皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もスタディオバレーのお時間がやってまいりました。あ、じゃがいも多めに取れた。これで全部か。うん、よし、オッケー。さあ、そしてね、延べ棒の方もできているから、ちょっと手の空いた時にね、しっかり、あ、ここもじゃがいも取れたんや。水あげちゃったな。まあいい、まあいい。さあ、ここでしっかりやらせていただいてと。で、今日はね、どうしようかな。まあ、洞窟の方に行くのもありなんだけど、この水ってね、かなり体力奪われてしまうから、どうしようかな。まあ、木材もうちょっと切っていってもいいんだけどっていう。なんだっけ、樹液取れるやつ。樹液取れるやつが、こうもうね、作れなくて、木材確か50個使うんだったかな。うん、一応ね、木の方3種類あるので、ちょっと一応1種類ずつにはね、1個ちょっとセットしておきたいんだよね。まあ、今後ね、いいものがこうできますので、うん、でこうちょっと早い段階からね、しっかりセットして、採取していきたいという感じでございます。さあ、しっかりね、こちらお水をあげて、銅の方もね、ちゃんと延べ棒にしてと。まあ、これくらい延べてあれば、まあ、ある程度大丈夫か。うん。で、そうだ、昨日雨だったから、玉ねぎの方がね、よくできてるかもな。どうしようかな。まだ時間帯としては早いもんね。じゃがいもこのまま。こっちに入れてと。そして今日はあれ、定休日じゃないかな、あそこの。なんだっけ、ピエール雑貨店。そうそう。ピエール雑貨店の今日定休日だ。うん。ということなので、まあちゃんとね、ボックスの中に入れてあるので、まあ明日になったらね、うん。いいものがね、こう取れるんじゃないかな。ちょっとこっちちょっとだけ行ってみようか。なんかないかな。特にないかな。で、玉ねぎの方取ったら、洞窟行こうかな。今日はちょっと浜辺に行くのをやめて、早い段階に行けるようにしよう。って言っても昨日とあんまり変わらない時間になりそうだね。で、ここで玉ねぎを手に入れたら、一回チェストボックスの方に戻って、アイテムの整理とかね、ちょっとさせていただいてから洞窟探索と。あ、今日はいっぱい取れるね。ありがたい。うん。で、今日こそアイテムでクッキー持っていかないと、これまずいんじゃないかな。あ、金のこれできてたんだね。採取物に関してもね、一応一個ぐらいはね、置いておきたい。あ、何してんだろう。リア、今朝謝って、虫を踏んじゃったわと。まあそういうこともね、あるよね。どんな虫だったのか気になるところだけど。さあ、早いところ戻ってね、洞窟。がっつりね、今の時間の間にちょっと進めていきたいな。ちょっとこれ、邪魔そうなところをちょっと切り倒してと。うん。ここもちょっと切っとくか。うん。今日はあれだな、クッキー食べる方向で洞窟探索してもいいかも。これで、ちょっとね、木材を増やして、何個必要？40本足りるかな。これで40本、ちょっと切り株だけが余っていたところがね、こう残りがあったので、しっかり切ってと。うん、これぐらいで足りそうかな。足りるね。で、延べ棒と。で、金のものをちょっと入れとこうか。うん。で、クバ置いて、剣とクッキー。うん。で、こちら1個作って、木材だね。で、この樹液取れるやつね。
この木とこの木が微妙に違うんだな、これ、うん、種類が違う木だと。なのでそこに設置してちょっと延べ棒だけいただいて、よし、さあ洞窟行ってみましょう。早いね、もう入るのね10日目となっております。さあこのまんまさっと行ってね、今日も5回以上登っていきたい。でまあ延べ棒いっぱいもっとね作りたいし、早いところね鉄のある場所までね到達していきましょう。その鉄のあるところまで到達していくと、やっとねスプリンクラーの方が作れるようになるはずなんだよね。うん、でもスプリンクラーが作れるようになると少しずつねその牧場の作物に関して手をかけなくてもこう自動でね取れるようになると。さあ今日は15階から、よいしょ。さあ階段がね早いところ出るといいんだけどな。これお出た、いいね、幸先がいい。あ虫だ、ちょっと討伐数も達成しないといけないからちゃんと倒してと。さあ今日は20階まで降りていきましょう。あまたこれか、まだこれ残ってたんや。あやばいな、何匹か取り逃しちゃったな。あれ孵化しちゃうな。よし、オッケー。あやばい、虫が、元気な虫が。よし、オッケー。これでどっちだ、この下かな、見えないんだ、見えないんだ。あいたいた、虫だ、こっちはこっち。やっぱ松明だよね。よし、オッケー。あモグラみたいなやつが、あもう一匹いた、よし、3匹いたみたいな。あやばい、あいつがまた孵化しちゃうな。ちょっとモグラを倒してと。うん、これでおしまいかな。オッケー、いやよかったね、早かった、うん、降りる。でちょっとねこちらアイテムの方もちょっと使っていこう。もう一個食べてと。うん、だいぶエナジーがなくなってきてるからな。さあひとまずこれぐらいにしてと。うん、どうかな、なんかいいものないかな。特に何も、あいるいる。あいいね、壁際でやれるのは楽だわ。あいつらすぐ飛んでっちゃうからな、遠くの方に。遠くの方飛んでったやつを倒すのがまた大変になってくるから。よし、 OK。 おドワーフの巻物も手に入ったようだ。ドワーフの巻物ね、あの何だったかな、ここの、ね、鉱山の方に入り口の方ね、あの塞がってるところがあるんだけど、あそこにどうやらドワーフがいて、その方と話す時のための巻物だったかな、なんかその人の言葉が理解できるようになるとかあったかな。一応ドワーフの巻物に関してもあの軍隊の寄贈品だから、1個はねちょっと収めておかないといけないと。うん、さあ階段階段と。さあ幸先いい感じね、一応7時ぐらいで18階か、降りられそうだね。ただちょっとあんまり時間かけないように登って降りていかないといけないな。さあ、エナジーの方もがっつりね、がっつりつってもこれ玉ねぎだともう本当にみみっちい感じしかあの回復しませんけど、これでうん、また結構活動できるかな。エナジーの消費がやっぱ早いからな、今の段階だと。ちょっとエナジー節約していかないといけないと。おほらいいね、石炭取れるぞ、6個ありがたい。よし、あとは上虫ポイントか、虫いっぱいいるな。あやばい、取り逃した、そこで孵化しようとしてるやついるな。さあ来いさあ来い。よし、階段もちょうど出たからよかったね。クッキーも一応食べて、うん、よし、さあちゃっちゃと降りていきましょう。
あ、やばい、詰まってる。階段な、ここ中央にぐるーっとね渦巻いてる場所なんだな、この19階。なんか中央の方でね階段が出てくれると非常に助かる。で、階段に関してはね、あの見つからない場合は自分でね一応クラフトした階段も持ってくることができると。ただね、クラフトした階段に関しては石が99個、うん、そう簡単にね、あの容易に作れるものじゃないから、ここぞっていう時にね、まあこうやってあのバックパックをこう圧迫、石とかがすごい圧迫してきたりする時にこうちょっとね持ってるといいかもっていう。ちょっと待ってよ、これ食べてこの鉱石いただき、うん、虫か、どっか行け虫。よし、OK。いや、中央に近づいてきてる。ここら辺ぐらいで階段が出ればまだね効率よく降りれそうではあるものの、どうかな、出ないかな、ここら辺で階段。よいしょ、まだ出ない、階段。あそこほらすごい宝箱あるんだよね。だからね、あそこまでは確実に行かないとちょっともったいないと。ただあそこでね宝石類がたくさん手に入ったらそれもそれでまた困ってしまうと。うん、なんか捨てないといけないのよね。お、階段だ、ほらありがたい。あ、いっぱいだよね、木材。あ、硬い石と宝石か。あ、やばい、よし、うわすごい宝石。どれを捨てよう、うん、チェリーボム。木材はいらない。ちょっと鉱石関係とか欲しいな。どれを捨てるかだよね。ドワーフの巻物も持って帰りたい。スライムのねこのゼリーもそのうち役立つんだけど、今回は置いていこう。木材はいらない。であとは硬い木か、硬い木はぜひ欲しいから、ちょこれ捨てて、うん、今回はこれをちょっと捨てましょう。うん、で硬い木を拾ってと。お、やべえなこれ、ちょっと拾わないといけないから一回これねちょっとポイってしとこう。あ、ポイポイってしてもこれすぐ手に入っちゃうんだな。開けてからの方がいいか。剣だね、一回こうポイって捨てられないかな、ポイって。よし、剣の方を手に入れて、一応攻撃力としては9の16、4の8と。ただ速度が速いと。どうしようどうしよう、硬い木捨てるかな。いや、巻物優先にしよう。うん、これで一応20回と。でもそろそろ時間だからちょっと戻んないといけないな、また今夜も。でも一応毎回降りるたびに一応5回ぐらいはね攻略しているので、ま早い段階でね下降りられそうだね。そう、昔やってた時はこんな早くね攻略をできてなかったんだよね、洞窟の方で。しっかりこのジオード鉱石っていうものもこう手に入れておくと、あの軍隊の寄贈品がねどんどんこう寄付することができるので。あ、もう時間だ、うん、今日はこれぐらいで帰ろうかな。うん、あ、キノコか、でも持って帰れないからね出ましょう。欲張ってねどんどん下の方降りていっちゃうと、一応ねその1時半か2時ぐらいになると、その強制的にねこう眠っちゃうんだよね、この主人公が。で強制的に眠っちゃうと、その病院の費用がかかってしまうので、なるべくそれは避けたいと。お金が多ければ多いほどその病院代がね高くつくので、なのでちょっと気をつけてやりましょう。さあ、そして、ね、しっかりこれ延べ棒にしておきましょう。で、いらないものを、あ、そうだ、アメジストちょっといらないかもな、置いとこうかなこれで。キュンタイの寄贈品はまた後日届けよう。うん、でこのアメジストを
そう、ボックスの中に入れてね、お金に変えて、で明日、そうだな、日付が変わったらパクパク買えるかな。あと600円だもんね、お金で、農業のレベルが上がったと。あとね、クラフトレシピ、ジョウロとクワの熟練度上がったんだね。クラフトレシピは柵か、石の柵と、あとマヨネーズマシン、スプリンクラー、そう、これこれ覚えたかったの、スプリンクラー。これでいいものがね、いいものっていうか、まあ作業が楽になるかな。そして農業の方でチューリップはそんなにか、あ、じゃがいも高いね、金のじゃがいもすごいね、通常のじゃがいもも結構お金になったと。うん、さあ1270円だから種もちょっと買えそうだな。うん、さあ、今日の日課と天気予報、明日は晴れるかで、こちら運はあなた次第と。自然と暮らそうの時間、今日も皆さんにお得な情報をお届けしますよ。カラスのことでお悩みかな。それだったらカカシの出番だ。カカシを畑に置いておけばカラスは怖がって近づかなくなるよ。大事な作物をしっかり守ろう。それからもう一つ、もっと大きなリュックが欲しいと思ったことはないかい。地元の商店を覗いてみるといいよと。うん、なので今日はね、ちょっとリュックの方をね買いましょう。ちょっとこちら持ち替えて、クワとで、延べ棒もまあこれぐらい延べとけばいいかな。うん、で、クワの方にして、あ、カマも一応持っとこう。で、作物の収穫と、あ、そうだ、このさ、サヤエンドウのやつ、あの、なんだっけ、肥料を植えてのサヤエンドウがないから、ちょっと肥料バージョンのサヤエンドウもね用意しましょうか。でケールと、うん、これでだいたい全部取ったかな。あ、持ち物いっぱい、こっち、じゃがいも、金、ジャズ、ケールと、うん、でサヤエンドウも3つと。これでまただいぶお金になるね。さあ、そしてちょっと作物ね入れさせていただいてと。いやー、延べ棒早くできるね。でこれで一応14本か、うん、結構個数も増えてきたね、延べ棒も。で、スプリンクラーのレシピの方が、うん、そう、鉄の延べ棒が必要なんだよね。お金があるとね、あのジオド鉱石を砕くところで交換もできるんだけど、うん、ただね、やっぱりその洞窟の方でもうガンガン下の方に下ってった方がいいんじゃないかなっていうところをちょっとね進めていきましょう。まあ、なので今日もこのリュックサックか、うん、ちょっとこう変えるのであれば、リュックサック買ってまた、うん、下の方にねこう下っていきましょうか。どんどんね攻略していきましょう。なんだろうな、手紙届いてんの、ちょっと見てみよう。なくし物、お気に入りの、斧をなくしちゃったんだ。もし見つけたらなるはやで返してほしいんだ。あれがないと仕事が大変だよ。誰でも見つけてくれた人にお礼250円を払うと。ロビンさんのやつか。どこだったかな、このあれだ、あの玉ねぎがあるところに落ちてた気がするな。うん、そう、スタディオバレーの方もね、まあ、結構ね、あの何回もやり直したりしてねやっておりまして、確かね下の方にあったはずなんだよね。うん、斧だったかな、あれカゴだったかな、なんかがね落ちてたの確認したんだな。でもね、まあ、何回かこうやり直したんだけど、まだねその3年までは全部やり尽くしたことがないので、ちょっと3年までね頑張っていきましょうか。一応こちらのゲームね、その3年でこの農場生活が終わるっていうね感じとなっております。で一応このスイッチだったりでこう発売する予定ではあるので、
まあその今後ね気になる方はね PC でねちょっとできない方とかにね向けて一応スタディオバレーの方も出ると、なっております。そうこちらのゲームねSteam の PC ゲームになるのでね PC あでもそこまでこのゲームに関してはスペックとか必要ないんだけどそう PC がない方はできないからねまあもうちょっとしたらスイッチ版が出るとんこれはジャズ臭いって言ってるイベントだねこれなんで鍵がかかってるんだろう僕下水道を探検したいのにそうだね鍵ならきっとギュンターが持ってるよギュンター教授あの博物館のおじさんなんでそう思うのさ一度ねあの人がポッケから錆びた大きな鍵を落としたのを見たのあの鍵この不気味な下水道の扉にぴったりだと思うんだよねびっくりしてるそうだね魔物がいるっぽいからね中に何かいる動いてたビクビクしてるねさあ調べに行ってどうなるびっくりしてるという感じでね下水道には何かしらがあるとああそういえば今日木曜日だからあの方って飽きてないか何曜日だったかな何曜日かにあの人来るからなそうちょっとお金とね時間がある時はちょっとあの方にもね挨拶しておかないといけないとちょっとこちらさ玉ねぎちゃんのも育てたっぽいからしっかり収穫してでもある程度畑やったらねすぐにでもまた洞窟探索かあそうだ今日は浜辺に行かないと2日も放置してたら結構溜まってそうだからちょっと回収しに行かなくちゃ行けるかな洞窟探索お当たったこれだロビンさんの落とし物やっぱここにあったねという感じになっておりますさあ、しっかりねロビンさんにも届けに行かないといけないのでまあ洞窟行く前とかかなにちょっとお届け物届けましょう250円は非常に美味しいよねで、先にどうしようかなあそこピエール雑貨店に先に届けに買いに行こうかもうバックパックがいっぱいすぎちゃうからお松ぼっくりよし OK バレてないバレずにねゴミ漁りするの意外と大変なのよねこれさあピエール雑貨店おクエストだディミトリー誰かうなぎを持ってきてくれないかとうなぎはねちょっと難しそうだなさあバックパック2000円で購入と大きなバックパックを手に入れた持ち物のスペースが24に増えたとさらにこれ上位のバックパックがね1万円で売ってると最後までご視聴いただきありがとうございますまだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。